まだ無理だ。 素晴らしい。鼓動が聞こえるぞ。生命の力が満ちていくのを感じる。一刻の猶予もない。ルーンストーンを起動してトゥールドゥルラを復興しよう。 うまくいってるぞ。最終段階だ。ストーンの力が君の中に残っている。ルーンストーンに触れて全て覚醒させれば 儀式は完了だ。 ここを目覚めさせてくれてありがとう。魔力が再び流れているのを感じるだろう。この美しさは全部あなたのおかげだ。 ここでは無理だ。 あなたのおかげで我が同胞が蘇ったのだ。 生き残ったドルイドたちが戻り始めている。 だが多くは命を落とした。 私にはかつてエイディーンという弟子がいた。 気性の激しいやつで、 アスタロスが現れた時も決して試練から逃げ出すことはなかった。私は行くなと言ったが無論聞くはずもない。そして死んでしまった。だがあの子の魂は自分を殺した戦いに縛られている。何度も何度も奴と対決している。彼女の魂を休ませてくれないか。
私は頑張った。頑張ったが無理だ。彼女とは戦えない。これではダメだ。すまないな。もう十分助けてもらったのに、また頼み事だなんて。素晴らしい。そこに準備しておいてください。乳鉢と乳房がそこにあります。私が彼女を抑えるので材料を混ぜてください。これで回復するといいけど、できればもう一つ頼みたいことがあります。ベアファの傷は刃物でつけられたものです。彼女を見つけた場所を一緒に捜索していただけると犯人を裁くことができるかもしれません。ベアファはここで見つかりました。ここで血を流したようです。あちらに上がっていますね。結婚はこっちに続いてるわ。エネルギーが足りない。まだ無理だ。エネルギーが足りない。まだ無理だ。まだ無理だ。
事だって、薬が必要だったんだよ。今こうして出血してるだろ。あのクマどものせいだ。怪我のために密漁していたんだが、体が食いちぎられてしまったんだ。うおくそったりが、ポーションをくれ。まさかあなたが犯人なの？あなたが密漁者だったっていうの？暗くて寒いよ。ここに残って、しんちゃんが連れて帰る。エネルギーが少ない時間がいい。エネルギーが少ない。時間がいる。まだ無理だ。
まだ無理だ。大丈夫です。森の見回りが甘かったわ。もう二度とこんなことはさせない。森にはそれ以上の恩がある。まだ無理だ。時間がある。エネルギーが必要だ。無理だ。まだ無理だ。時間がいる。まだ無理だ。まだ無理だ。
し者に祝福をお願いしに行く途中で動物に襲われたの。森の奥は昔から危ない場所だったけど、動物たちがいつも以上に攻撃的になってる。追い払うことはできたんだけど、足を思いっきりやられたの。もし余ってたら回復薬をもらえないかしら。ありがとう。家に帰った方がいいかしらね。動物たちがこんな状態じゃ進むのは危険だもの。まだ無理だ。まだ無理だ。それには時間がある。時間がいる。無理だ。エネルギーが必要だ。まだ無理だ。
時間がいる。まだ無理だ。エネルギーが必要だ。無理だ。開かない。本当か。ああ、精霊よ。どうお礼をすれば。彼女の見習い卒業まであと数日というところだった。その時のために杖も作っていた。一緒に埋葬しようかとも思ったが、どうにも気が進まなくてね。これを彼女も地面の中で眠らせておくより役立てた方がいいと思うだろう。グレンを生き延びたらさらに強くなれるでしょう。蹄鉄や釘以外も作れますよ。何がご入り用で？